はい、黄金千円ことでございます。今日なんですけれども、地頭のオスコリ様の方ですね、ちょっと見てみたいなと思いまして、ちょっとねいろいろ考えてみたんですけど、やっぱシュナイダー厄介だなっていうのがねあるかなと思うんですけども、あと最近はホットラインでペナ前からねガンガン打ってくるとかそういうパターンもあるかなと思うんですが、ちょっと考えましてちょっとテストしてみたいなと思います。はい、サイド両サイドバックは混戦の代償を持ちで、抜いてシュートしたら地頭が擦るという二段構え、はい、正面からは地頭の、擦りを期待して、であとロングシュートに関しては松山とかのねロングシュートに関しては、ソーダそして地頭で対応できないかなと思っております。じゃあちょっとね見ていきたいなと。はい、でとりあえずまずは打ってほしいっていう風に言ってて、とりあえずホットラインで普通にブライアンから打ってもらった時にどうなるか、あ、行っちゃいますね。まあよくねこの辺でゴリでこれはこれで41000、ブライアン41000かよ。一応、じゃあで数値は地頭は32000ですね。ブロックは突出してないです。はい、タックルパスカットだけど 15% の読み書きです。でこれでさあどんくらいか、これねある時とない時でチェックしてみたいな。あ、まあまあここねギンクリは関係ないんで、すごいね44万7000。はい、ここでこすっていく、一気に減りましたね。はい、35万5000、あ、普通にね3万8000くらい飛んでくるんですけど、これは止めれるんじゃないか。はい、あ、すごいですね、 91% 台までホットライン使っても、やっぱり擦る効果はでかいですね。一回抜くっていう一手間を、いただかなきゃいけないのかなっていう気もしてたんですけど、あとは頼んだぞ。スカートブロックになっちゃうんですよね。なんでドリブルされやすくなる。はい、4万1000変わらないですね。ちょっと遠いじゃないですかね。まあ、この辺でよく打ってくるパターンあって島津とか取れないと思うんですけど、これがね一気に減衰するっていうところをチェックしたいなと。はい、ここでこすってくれると、まあみんな地頭見たらねマッチして勝負すると思うんですけど、3万3000まで、はい、落ちますね。いいんじゃないでしょうか。うん、90% 台まであの位置からホットライン付きで90、前ね 30% 台とかあったんですけど、やっぱりこすることでこの位置から抜けてくる。うおちょっと待って、なんだこれ、結局入るのがいい。今度はねおさわりがないとどうなるか、エリア前からですね、よくこの見るホットラインからの一気にエリア前からのシュート、これねよく食らうんですよランクまで。はい、ここねで4万くらい出るわけじゃないですか。でねこれないと、おさわりがないと 30% とかね出るんですよ。30% でね、まあまあじゃないですか。多分ちょっと遠いんで 28% ぐらいかもしれないですけど、ちょっとね、カゴタフがこういうこの微調整ができる、ちょっと遠いですね。
本当はこの1000ギリギリくらいになってほしいですけど、3万5000、4万8000。本来は多分ビタビタでこの辺で見過ぎの位置とかでやると3万8000、4万8000のほぼ1万差くらいのやつが飛んでくるんですよね。これは多分取れちゃうかな。さっきでも優勢高いです。はい、24.7%。ここで決められては攻撃的キーパーの流した。そうですね、24.7%。入っていく。そう、こういうのでやられるんですよ、本当に。さっき 5% で入ったけど。さあ、お触りがない状態のシュナイダーですね。ただこの試合に勝つ。本戦の代償も受けてないんです。はい、4万2000と4万8000、初段で4万2000ですね。なんで2000くらいは減らせるっていう感じでしょうか。はい、これで混戦、マッツンが入るんで入れないと思うんですけど、ここで混戦の代償をまず与えて、もう入れたもん。セオリーも伝統も、さらにただこの試合に勝つ。ハンド収束ジンファイヤーが打たれても、この位置なら地頭が、この位置なら地頭くんがオスコリ様。はい、で、やっぱ4万まで落ちますね。はい、4万まで落ちて4万8000。まあほぼ初段捨てなので1回は大丈夫かな。こっち大体どんくらいか、 93.9。 やっぱ 90% 台いけますね。混戦の代償プラスこすりでちょっとこう、まあ崩す方には向いてないんですけど、いいですね。今までだったら 30%、40%、ね、とか 60% 取られてたものがここで逆転できるのは非常にいいこと。本当はうまくいく。ああ、そっちか。はい、初段なんで 74%。 ここで決められては、さっきはね、結構やっぱ2000くらい減らせるイメージですかね。あー、全力がつけれないから、シュナイダーをやろうとしてくれてるのかな。それ負けるか、いくぞ。はい、ちょっとね、全力使わないと検証ができないので。あー、これ角度的に戻れるか、じっと擦れないかもしれない。大丈夫ですかね。セオリーも伝統も金繰り捨て、ただこの試合に勝つ。引っ張られちゃった。もうライン下げないとダメですね。ビター下げにしとかないと擦れない。プレスボタンとか、あ、擦ってくれますね。はい、シューナーほぼ最終捨てでしたね。あー、313しかない。4万2000まで上げることを抑えました。おー、混戦の代償プラス、はい、オスコリ様で4万8000。いいですね、多分止まるでしょう。これのこの作戦で 96% 台、そして全力キンクリ、全力ついてへんで、この作戦で、まあ、自党がどう攻略されるかはちょっとやってみなきゃいけないんですけど、結構良いかもですね。さあ、シュナ何もない状態。セオリーも伝統も金繰り捨て、ただこの試合に勝つ。スタミナがね、そこまで減ってないのもあるんで、まあ私の方が一番止まりやすいっちゃ止まりやすいのかな、属性的に考えて。ね、普段あそこにいればね、吹っ飛ばしなくて混戦の代償で取れるので。あー、銀クイズ74%。ここで決められては攻撃的キーパーの名が廃る。はい、混戦の代償と、あ、だからずっと 20% 台で読んでいく。はい、こんな感じです。ありがとう。
はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。多分差し込みでホットラインありなしのやつを編集でうまくやりたいなと思っているんですけども、そうですね、まあホットラインに対抗していく術として、まあ混戦の代償や、まあ最近おさわりとかね出てきたり、特にね縦列関係が最近ね多いのかなというので、シュナイダーの後ろがリバウールやタイガーボランとか、をね置いて縦で一気にねもうまっすぐ右サイドだけまっすぐ攻めるっていうね攻め方の人も結構多いので、まあ、そこに対してどうケアしていくかっていう一つのね持ちキャラの中でどう工夫していくかの一つとしてどうかなとちょっと思いました。はい、数値はね思ったよりもやっぱり混戦の代償プラス、おすこりとかずっとふざけてましたけど、はい、おさわりでだいぶ捨ての方ね下げていくことができるという、これはね若林でもあの捨てまで落ちれば若林でもね止まっていくのかなと思いますので、混戦の代償キャラをサイドにあえて置くというのは全然ありかなと。まああとは最近だと、もうキャラない場合は小春子とかね赤井くんとか、ね、捨てがねそのまま 25% 下がるとかそういうキャラクターでもいいかなと思うんですけど、抜かれた後ですね復帰できないのでやっぱりもう抜かれる前提でそのままダイレクトに打たれた時はおさわり限定ですけど、抜かれたりとか何かねそのエリアに入る前に、ワンアクションだからなるべくエリアに自分の考え方的にはエリアに入る前に1回まあ抜かれてもいいんでマッチをするようなラインコントロールをして、でそこでマッチした後速攻下げてというような、多分でもピョンして裏とかはあるかなと思うんですけども、もうまあ今それするとね今まで通り一手間増えるというか、今まで通りセンタリングをしてシュートをするというところが、に形になるのでそこは従来と変わらないかなと思うんですけども、今だとねシュナイダーどうしても縦で入ってって打ててしまうのであそこのケアをねなんとかできないかなというのが、発想でございます。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。